今までやってきた中でこれより落とすこともできる。ただあの大体1500から1300ぐらいまでの間が、まあ、大体妥協範囲かな、この CR キャブでいうアイドリングの安定するところが、うんうん、これより落とそうとするともうストールする。なるほどね。もうそういう作りになってないんです、そもそもが、うん、このキャブ自体が。でヤフオクとかでもうあるし、このキャブにパイロットスクリュー加工、パイロットスクリューっていうのをつけるわけよね。もともとこれはついてない。 TMR とか FCR にはパイロットスクリュー機構がついとるけん下がものすごく安定する。はいはいはい。でもこの CR にはついてないけん、それを後付けで掘ってつけてくれるっていうところもある。うーん。で中の動画でも見たけど、アイドリング700回転とか600回転でも落ち着きます、うん、はいはいはい、